はい、おーおーチェッカーから、チェッカー、まあ、ガンツの最新作、極みの方ですね、はい、2人で打っていきましょうか。見せたー、これで超ガンツエクストラ突入ということになります。470回、えぐいって。だってまだ10ラウンド1回しか取ってないのにもう8000発出てます。 やばすぎ。あーマジか。お忙しくなってきた。硬い。扉が閉まりました。鬼星人。池田店長の代で頂点戦初めてじゃないですか。初めてですね。紫保留、赤に上がってくれ。赤に、さあそろそろ。はい、おーおーチェッカーから、チェッカー、さすがにチェッカーからの掘り浮かびました。あ、もうこれは衝撃圧。これはもうちょっと箱用意しておきますね。はい、チェッカーからいただきました。あとは角辺に入れるかどうか、はい、いただきましたよ、はい、はい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 。ちょっと汗って押せてなかったからね。ほんで今ちょっと内心怖かったです。いや怖かった、めっちゃ怖かった。さすがにチェッカーから2つはもういやそうですね、パンと言っていいぐらいのレベルじゃないですか。さあもう見せるよ。お願いします。ここやね。なでも大事な緑だと割といいんじゃないかな。そうですね、青じゃなければね。青じゃなければ、青はダメですよ。頼むよ、ここやめてよ。あーいい、まあ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 、チャンスはね、チャンスはもらいましたよ、はい、ただ一番怖いんですよね緑って。ほんまにちょっと期待してしまう分。あー、ドキドキする。あーちょっとちょっとちょっと、まだ可能性はあるけれども、可能性はただ薄そうっすね。可能性、最後のファイナルチャンス。2ラウンド、いやーで時短なし。手入れいきますか、とりあえず。いやー一つ言わせてもらっていいですか。はいはいはい、何やってんだよちょっと2回待ってて、ほんまにほんまにほんまないわ。あと30ぐらいですかね。おおおおおお、ギョーンの赤字。おこの堀多分熱いですね。この青堀になったやつ多分熱い。青なのに、青なのにですか。なんか入賞の時にギョンギョンギョンだったんですよ、 赤字で。あ、入賞時フラッシュ、あ、そっか、今開けてるんで分かんないのか。扉が閉まりました。おおお、なんかちょっと強そうですよ。あ、そうですよ。チャンス、チャンスって書いてあった赤字で。お、金、金のなんか、あれあれ、これ何。池田店長、当たれば3回目ですからね初当たりは。いや、まあ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 、まあ、初当たりの鬼にはなりますね。はい、3回はすごいですよこの時間で。さあどうだ。
まあ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 。お、ニコ生コメント来たよ。このリーチに注目、期待度 50% らしいぞ。あ、もう発展したらじゃなくてその時点で期待度 50% って強いじゃないですか。あ、そういうことか。はい。あ、確かに当たるな。お、お、これはもらったな。当たる。音量ちっちゃすぎましたね、ごめんなさい。これは天井前に当てて二通のパターンですか。いやいやいや、何言ってるんですか。何が二通のパターンですか。いやいやいや、紫ホリューまで来ましたね。赤まで上がれ、赤まで。いやもう頼むから次の当たりこそですよ。はい。いやーちょっと微妙やぞ。おお、赤。赤い。よし、3回目。3回目、3度目の正直。さすがに大丈夫でしょう。もういやー、これは見せたい。これは見せたいよ。それでラッシュ入らんかったらもう池田店長終了です、今日は。そうですね。青の選択肢消えてくれ。あおー、勘弁してくれ、勘弁してくれよ。いや、分かりませんよ。まあ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 、青が全く期待できなかったら結構辛いと思うんで、あると思います。まだ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 、そんなファイナルチャンスがありますね。皆さんの空気おかしいですよ今。いや、そりゃそうでしょう。いや、そりゃそうでしょ。小声でそりゃそうですよ。ちょっと鬼ですよ。そりゃそうでしょ。池田店長、終わりますか。池田店長、さすがにもうこれ以上打っても、はいはいはい、多分今日はダメだと思うので。そうですね。こんなこともあろうかとですね、はいはいはい、ある企画を一つ用意してます。あ、そうなんですか。はい、一応大工の源さん超伊達店の、はいはいはい、超源ラッシュ、はい、準備してます。あ、はい、なるほど。そこでもうあのスカッと、そうですね、出していただこう、はい、まあ、しっかり出そうかなと。ちょ、この空気感危ないですねこれ。いや、これで、はい、1000とか2000とかで終わったら面白いですけどね。そうですね、はい、じゃあ次こそ見せましょう。じゃあ大工の源さん超伊達店いきます。はい、いきます。今から、はい、大工の源さん超伊達店の出玉対決、一発勝負ですよ、はい、一発勝負ですね。一発勝負ですよ、はいはいはい、池田店長が負けたら、はい、バトラー君のぬいぐるみを抽選で1名様に、うん、あの、はい、サイン入りでプレゼントします、うんうん、僕が負けたら審査のグッズを視聴者の方に抽選でプレゼントします、はい、で、ご応募方法はあの概要欄の方に載せておきます。これはもうぜひともやっぱり石井さんのものが欲しいと思うので。いや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 、バトラー君欲しいですよ僕。いや、まあ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 、まあ、簡単にバトラー譲れないんでちょっと、はい、じゃあ行きますよ、行、はい、きましょう。いいですか。はい、よーい、スタート。今日はこっちに流れがある、なんか急に気合が入った。頼むぞ。おお、いきなり、いきなり9ラウンド。お店の装飾で俺がどこまでゲンさん愛してるか分かってくれてるやろお前。ああ確かに、頼むぞ。ゲンさん愛では負けますけど。いや、そうですよ。よし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 、あーよし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 、そう、はい、まあまあ1万発は軽いでしょこんなもん。1万発って結構僕難しいイメージありますけど、はい、軽いんです。え、プライベートとかで打つことあります、池田店長。ゲンさんはそうですね、ちょこちょこは打ったことありますね。その1万発とかやっぱ軽く出されてるんですか。いや、出てないですね。何を根拠に軽いって言ってんだ。よしよしよし、おう、ハンナちゃん、あ、9ラウンドだった。おー、ラッキー。い
見せていくよ。はい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 。終わらんな。まあ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 ね。やっぱここのゲンさんは出やすくなっとるんかな。これ履歴すごいもん やばいな。やばいっすね。バンバン1万発超えてますよ。はい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 。おお。気持ちいいですね、ゲンさん。こんな一瞬で3000発出ちゃうんだ。確かに。はい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 。はい。結構9ラウンドを持ってきてますね。いや、持ってきてますね。さあ、こっちはエクストラ続きます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ち、よしよし。なんかそう簡単にはね。めちゃめちゃいい勝負。頼むよ、頼むよ。あら、はいはい、あら、おい、嘘やろお前。嘘やろって、はい、嘘やろって。あれ、ちょっとやばいんじゃないですか。嘘やろって。俺の愛はそんなもんじゃないやろ。愛を注ぎすぎて全てお客様に言ってるんじゃないですか。おい、それ、おお、いった。確定です。よし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 。危ないよ。しぶといな。それはね。はい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 、ありがとうございます。グラウンド。はい。オッケーオッケー。危ない危ない。これ拡大計測じゃなかったら余計なんか分かりますね、出玉の速さっていうの。そうね、こんな速いんだ。うん、確かに。はいはいはい。はいはい。さすがに、おい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 、さすがにもう終わりじゃない。いや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 、おい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 、ほらほらほら、どんだけ復活してですか。まあね、終わってくれんかな早く。この一喜一憂を見せていくのが僕のスタイルなんで。違う違う違う、終わってくれんかな、そっちじゃない。ありがとうございます。はい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 。そろそろいいんじゃないですか、新さんさん。いやいや、僕は終わらないですよ。いや、1万はいくでしょうね。まあまあ1万は簡単ですよね。簡単ですね。うん、はい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 。おっと、おっと、いや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 。見ません、あえてね。まだ終わってほしくない。はい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 。頼むぞ。おー、あー、やばい。よし、はい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 。ボタン、ボタン。あー、終わった。はいはいはい。6369。もう越しちゃいましたね。ほらほらほら、やっぱ見せる男はちゃうんすよ。偉そうに。さっきまでねえ。そうだ、じゃあこれをプレゼントしましょう。お守り、お守り、一生祈願のお守りです。かわいい。これにじゃあここに審査のサインを書いておきますね。今日の日付と、今日が日付が変わって4月13日。あ、これはいい、審査の日だ。4月13日のサインで、これをプレゼントします。ちょっとちょっとちょっと、あれちょっと、もう終わりそう。いや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 、こんなところで終わるわけないでしょ。はいはい、
あ、やばいんじゃない、はい、あ、やばい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 、はい、それは終わる、はい、おいおいおい、はい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 、終わらんのかい、終わらせないっすよそんな。お、かっこいい、普通にちょっと欲しいそれ。はい、ちょっとね、あのインクがにじんでしまったんですけど、2021年4月13日今日の日付入りで、まさかそんな記念すべき日にこれをたまたま4月13日、いや、たまたまですよ本当に。これをね、抽選で1名の方プレゼントしますので、はい、終わらんなあ。ありがとうございます。ああ。いやいや、出ますからちゃんとプッシュがね。お上手。4月13日143で終わるっていうところが。まあ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 、うまい感じに調整できましたね今の感じ。そうですね。はい、尺もね。いやー、一番パスオーバー、まあある意味有言実行ですよ ね、 そうですね、一番パスタっていうのは、はいはい、ありがとうございます、素晴らしい結果でした。はい、というわけで、はい、まあ、今回ちょっと急遽視聴者プレゼントも用意する企画となりましたが、はい、これで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。実践終了です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、最後はお見事でございました。いや、まあ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 、池田選手一撃一番パスオーバーで、はい、勝利ということで、はい、あのお話しした通り、うん、あのちょっとささやかではあるんですけれども、はい、あの必勝祈願の僕のお守りをですね、はい、抽選で1名様にプレゼントさせていただきたいと思いますので、はい、ご希望の方は概要欄の URL から、応募フォームに飛んでいただいて、必要事項をご記入の上ご応募ください。当選者の発表はですね、こちらで抽選を行って、当選者の方への発送をもって、発表と変えさせていただきたいと思いますので、はい、どしどしご応募くださいませ。ちょっと実践中にも触れたんですけれども、はい、グランキコーナー酒井店さん、はい、大工の源さん、超伊達店シリーズで設置台数何台でしたっけ。100台あります。100台です、はい、100台です。ミドルが80台とライトが20台で、はい、合計100台、中央通路歩いたらどっから見てもどこにあるか一目瞭然っていうぐらい装飾も賑やかなので、はい、あのぜひ一度グランキコーナー酒井店さんの大工の源さん、超伊達店、はい、もう見るだけでいいんで一回見に来てほしいんですよ。そうですね、はい、はい、来てほしいです。まだまだね、これから長く使っていく機会だと思いますので。そうですね、はい、はい、うん、あとなんかあります、はい、ゴールデンウィークからこう6月にかけて。そうですね、まあ、配信されてる頃には、はい、まだ大きく姿を変えたグランキコーナー酒井店を見せてきてるかなと。この4月の、はい、まあ、末付近にはまた大きな動きを見せようかなと。何を見たらその情報をチェックできますか。それはもちろんグランキコーナー酒井店の LINE であったり、 LINE アット、はい、まあ、Twitter で、またあのホームページの、ピュアルドのグランキコーナー酒井店のホームページ、あ、いろんなところで何かがあった時にはお知らせするの で、はい、これはもうぜひお店の SNS とかね、はい、そちらの方にも登録していただきたいですよね、はいはい、ぜひぜひチェックしてほしいです。はい、というわけで、はい、この後もグランキコーナー酒井店さんにぜひご注目ください。あともう一点あるんですよ。はい、5月2日僕の誕生日です。どうでもいいわ。あ、そうですね、はい、どうでもいいよ、はい、ですね。5月2日僕の 何歳になられるんですか。33になります。あ、33、はい、若っ。そうなんです、昭和のラスト侍なんで私。63年ですか。63年です。本当ですね、はい、63、一応昭和生まれなんで、はい、よかった平成生まれじゃなくて、はい、なるほど、はい、ってことは5月2日ですね、もしかしたら池田店長がホールのどこかにいらっしゃるかもしれないので、はい、見かけた際には店長おめでとうと一言言っていただけたら嬉しいですよね。はい、というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。